ファオ浜田山虎の子不動産です。今日はですね、予託商法ですね、消費者に高額の磁気治療機器などを購入させ、それを貸し出して一定の利益を保証すると言ってますが、実態はですね、商品自体がごく一部しかなくて、まあ詐欺ということになりますね。昔ですね、トヨタ商事など多くの被害者を出した予託方法が最近また広がっております。破綻したジャパンライフの予託方法の仕組み、レンタルオーナーがですね、商品購入代金をジャパンライフにまあしまして、でレンタル収入を得ると言いつつ、あまり商品がないと、こういう仕組みになってますね。はい、それではお先に失礼します。